こんにちは。どもどもどもー。今日はね、花巻に来てました。今ね、ここはあの消防署のところをね、入ってって西大通りの方さね、向かってます。この西大通りでね、盛岡とか北上で人気のね、ヒグマ屋さんがね、新しく店出して毎日行列だずがら。ほれ、次ましたよ。やってきました、ヒグマ屋さん。いやいやいや、車止めんのも一苦労だ。まだね、開店の花っこもある。それでは、アイドゴアー。うん、やっぱり並んでだ。いや、ここに来たらね、やっぱり味噌ラーメンだべ。あとね、ここでしか食えないね、花巻店限定もあるっつがら。何にすっかな。はい、と、つましたよ。やっぱりこれだ。味噌チャーシュー。友達はね、これ、真昆布。ちょっと一口飲ませてみる。わ、結構ブラックだね。どれどれどれ。あ、あ、いいねこれ。ありがとう。これ定番のね、やっぱりヒグマ屋さんはこれだ。うまいうまい。マンダム。懐かす。マンダムだな。やっぱりあれがな、すすきのの名店ヒグマさんをね、意識してんのかな。どれ、まずはチャチュちゃん、いただきますよ。おいちょ。きれいだ。はははは、初図鑑ね、低温で煮込んでっつうが、とろりいた。トロトロだ。これだな、これこれ。北海道直送森泉製麺。いただきます。あれ、すすきのがここは花巻だよな。運命ね、北海道まで行かなくてもね。最高だ。うまい。やっぱこの麺うまいね。この味噌もね、5種類使ってると。それさね、ニンニク、生姜、すりごまだりね、りんごだり入れて半年も寝かせっつうが、運命わけだ。ほら、ちょっとね、生姜乗せて食ってみるべ。なんちょだい。熱っ。熱変するね。おー、あり。グッドグッド。円のラーメン食ったな、初めてだとか。こんだけ厚く豚バラ何グラム使ったらべ。今ね、ブーブーちゃんも値段上がってっからね、これでも合うんだかなんちょだかね。どれどれ、ドラゴン半分ボール。
やー、食った食った。チャチューちゃんでお腹いっぱいになったじゃん。何百グラム食ったべ、このチャチューちゃんね。これこれこれ、とろりーた。この麺もね、スープもね、なんぼがね、あのニンニクが効いてね、いいやんべーだー。いや俺この麺好きだな。いやどうもごっつぁんでした。今日はね、花巻に新しくできたキングマヤさんの紹介でしたよ。ありがとうね。また来ます。ご覧のチャンネルの動画はこちらのスポンサー様の提供にてお送りしております。なんちゃってヘバねー。バイバイー。